どこでもなく迷い泣いて青空に想いのすべて刻む君がそこにいてどうか笑っていて何度も何度も夢も出会えるよ僕はいつでもここにいるから皆様こんばんは。ありがとうございます。改めまして、私たち純白アイドルサミューです。よろしくお願いします。いや、ホワイドールさんとのツーマンライブですよ、うん、はい、サンカフェちゃんもオープニングアクトでね、うん、やってくれましたけど、楽しみにしてきた人当日なんだって、ね、ハロウィンといえばさ、みんなも行きたいところがいろいろあるだろうに、そんな中ここを選んでこんなたくさんの方が来てくださったわけですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい嬉しい。ありがとう。で、今日はね、せっかくのコロバなんで、ちょっとね、一緒にいろんなことやったりしつつも、うん、まあ、お互いの色も残しつつ、うん、楽しんでいきたいなと思ってますんで、なんか久々の顔の人が結構いるな。いるね。あらまー、どういうこと？サンミューとフォアドルだったら行こうみたいな感じで来た。嬉しいじゃん。でもね、そうかな、ね、ありがとう。でもぜひとも楽しんで帰ってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうね。今日配信もある？ある。配信やってますか？ニコ生ですね。ニコ生の皆さん、ハッピーハロウィン。ハロウィン、お菓子、お菓子ちょうだい。トリックアトリート。トリックアトリート。星なんだ、星なんだ。自己紹介します。そうね、せなちゃんから行こうかな。はい、せにゃんこと新原せなです。ありがとうございます。あの、ホワイトオールさんの曲は個人的によくね、聞くんですよね、プライベートで。あの、だからすごい今日は楽しみにしてきました。あの、まあ、最後のツーマンになると思うんですけれども、あの、最後まで楽しんでいきたいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、まみりんこと野田まみです。まみりん、ありがとうございます。今日はハロウィンですけども、10月が今日で終わりますね。あと2ヶ月です、今年も。何そのお知らせ。みんな分かってると。みんな知ってるでしょ。知ってるよ。明日からも楽しんで生きていきましょう。よろしくお願いします。どういう自己紹介だ。やばいやばい。はい、綾菜こと木下綾菜です。ありがとうございます。フォアドルさんとね、ツーマン的フォアドルさん、フォアドルさん、どっち、フォアドルさん。いや、それは絶対違う。フォアドルさん、フォアドルさん、最後なのに本当ごめんなさい。フォアドルさんと最後にね、ツーマンできるのが今日で最後なんですけど、お二人とも本当に優しくて、いつもあの、話しかけてくれて、たくさん仲良くしてもらったので、今日はみんなに全力で楽しんで帰ってもらいたいなと思います。よろしくお願いします。はい、やーちゃんこと小林弥生です。やーちゃん、ありがとうございます。なんかみんなの笑顔がたくさん見れる日かなと思ってきたんですが、ちょっと一回みんな私に笑顔を向けてみて。あ、もう最高の笑顔で、最後まで笑顔で楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。こんばんは、ミスこと西園ミスズです。ありがとうございます。ハッピーハロウィン。いや、なんかさ、私イベントごとすごい大好きなんですね。クリスマスとかバレンタインとかで、今日お菓子作ってきたの。そう、したら春菜ちゃんがさ、チュッパチャップスくれたよ。ハッピーハロウィンって言って、あのちっちゃい2人は何もしなかった。毎年ね。いや、だから去年もみんながなんかやってたから、来年はやろうと思ったのに全く覚えてなかった。だから教訓を生かせなかった。すごい反省会してたよね、さっき。ごめんごめん。なんか去年の記憶を全然活かせてないじゃん、私みたいな。あー、そう、それは思った。まあいいか、ごめんね。
まあでもね、せっかくのイベントごとだからさ、ね、こうやってみんなこう当日にね、うん、ライブ見に来たりしてるわけじゃない、うん、せっかくなんでちょっといい思い出になればなと思うんで、楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。お願いします。何すごい、ちくりちくり おばさんみたいな本当だよじゃあですね、続いての曲、はい、じゃあちょっとまみちゃんが紹介して。続いての曲は、まあでもこのなんて言うんですか、センチメンタルな気持ちになる時期にぴったりな曲なんじゃないかなと思いますね。そうね、今の気持ち、今の気持ち、そういうことじゃないか、季節季節にはでもぴったりかも。なんかすごい聞きやすく、耳に入りやすい時期になってきたんじゃないかなと思いますので、ぜひ歌詞とかダンスとか注目しながら聴いていただけたらなと思います。OK、楽しんでいきましょう。